はい、こんにちは。三原です。いつもありがとうございます。えー、今日のバスケの大学のテーマは、ベンチワークを極めるの第7回目ですね。全8回でお届けしている第7回目。 試合の勝ち方と、まあ随分大きく出たなっていうタイトルですけれども、まあ数字で言うと試合に勝つときってこんな数字のことが多いですよっていう私なりの経験をね、お話をして、まあ私なんかでよければですね、えー、ちょっとでも参考にしていただきたいというふうに思います。えー、目次4つ用意しました。えー、1つ目、1クォーター絶対勝ってくださいっていう話ですね。えー、2つ目はですね、フリースローをたくさんもらいましょうという話。それから3つ目、フィールドゴール、シュートの確率は42.5%ですよということ。それから4つ目、 ターンオーバーですね、ミス、ミスは12%混ぜという、まあ、数字のお話、これを達成できたら絶対試合勝てますよと、まあ、これはね、言い切ってもいいかな、大体これは間違いないかなっていうふうに思うので、今回はお伝えさせてもらいます。はい1つ目ですね、1クォーターに勝って、まあ、これ最近ね、このチャンネルではね、よく言ってるんで、またその話かと思うかもしれませんが、またその話です。<laughs> 大事なんですよね、1クォーターでリードしてるとですね、あの試合勝つんですよ。 これ8割ぐらいの、まあ、ケースで大体こうトーナメントの勝ち上がりとか見ると8割ぐらい言えると思いますあの試しになんかあ,なあなたの所属している、えー、リーグとか、ね、トーナメント見てみてください大体1クォーターで勝っているチームが勝ちますでそれちょっと、ね、深掘りするとこういうことになるんです、ね、1クォーターでリードしますでそのチームが4クォーター開始時もリードしているっていうことがまず8割ぐらいなんですよ もう 1, 回言います、ね、1クォーターでリードしているチームが4クォーター開始時にリードして始まるってことが8割ぐらいなんですね。で、4クォーター開始時にリードしているチームが最後、10分後に勝っている。4クォーター開始時にリードしているチームが最終的に勝つっていうのも8割ぐらいなんですね。なので、まあ、私の中では分かりやすく1クォーター勝つと8割ぐらい勝つよと。 ということを選手にも言ってますし、うんまあ、私自身も強く意識しているところなんですね、えー、タイムアウトのところでもお話ししましたけど、まあ、1クォーターで、ねえー、ためらわずタイムアウトを2つ取るとかいうことも、まあ、こういうあの裏付けから来ている発想になります、はいえー、2つ目はです、ね、フリースローをたくさんもらいこれも、ね、私はよく言う話なんですがフリースローというのはあの頑張れば、ね、小学生でも中学生でも70%ぐらいは期待できるんですね。 逆に言うとこのぐらいの数値を練習で高めておきたいということになりますがフリースローって基本ツーショットですよねだから2点シュートが7割入るのと同じって考えられるんですねなのでフリースローを打つことは2点が0.7の確率でいくのでフリースローをもらった時点で1.4点もらえたみたいなそういう期待値の計算が成り立ちますでここで考えるのは2点で70%のシュートって打てますかって話なんですけどほとんどないんですよ うんまあ、ミドルレンジのジャンプシュートっていうのはどんなに良くても4割ですよね、でゴール下のレイアップ、誰もいなかったら7割は超えるでしょうけど、だいたいドライブインにしても速攻にしても、だいたいすぐ近くにこう敵がいるわけですね、それって7割入るか入らないか、まあうん、速攻の2対1とかだったら7割入るかもしれませんけど、ドリブルでドライブしていって、敵とバーンと競り合ってシュートを打つって、7割も入らないんじゃないかなっていうぐらいだと思いますね。 なので、ゴールの真下でも7割って難しいんですけど、フリースローは練習通りのフォームでゆっくりと打って7割期待できるという、まあ一番確率の高いシュートなんですね。しかも、相手にファウルがつくわけですよ。やっぱり前半で2回、後半で4回ってやったらベンチに退くこともできるんですね。何点取ろうが相手チームのエースがベンチに追いやるってことはなかなかできないんですけども、 まあファールはやっぱりね逆らえないんですよね。えー、5回ファールしたらもう絶対下がらなきゃいけないじゃないですか。だからファールっていうのはすごく相手にあのボクシングでいう,うボディーブローみたいに効くわけですね。なので序盤からどんどんファールをもらっていくっていうことがすごく大事です。えー、私個人としてはやっスリーポイントシュートがパシャって入るよりもバスケットカウントの方がですねえまあ好きですしチームも盛り上がるし 数字も良くなるっていうふうに思ってるんで同じ3点でもねスリーポイントシュートじゃなくてスリーポイントプレイですねこれをも求めていった方がいいと思いますうんなのでファールをもらうってことをすごく大事にしていった方が良くて、えー、まあ具体的に言うとゴール下を攻めろってことですよね小さいチームだったらドリブルでどんどん割っていけばいいと思うしそのためにこうズレを作っていくようなオフェンスをすればいいと思うしセンターがいるんだったらしっかりポストアップをさせてねそこにボールを集めていくっていうことをしていくといいと思う そういうふうにしていくと、まあ、高確率なシュートももちろん増えます、ゴールの近くだからね、ゴールの近くだから高確率なシュートが増えるのに加えてファールももらえるということを、これをやっぱりデザインしていくってことは根本的に大事かなというふうに思うので、相手よりもフリースローをたくさんもらえるかどうかっていうところは観点として重要だと思います、えまあ一概には言えないんですが、基準というわけではないんですが、20本フリースローもらえたら、まあ、丸かなって感じですね。 うん、大体10本ちょっとぐらいが平均じゃないでしょうかね、えー、なので、まあ、もしよかったらあなたのチームのね昔のスコアシートとか見てもらってフリースローの数数えてみてくださいよ10本ぐらいが大体じゃないかなと思うんですけど20本超えるとね、まあ、たくさんもらったなって、まあ、相手もヘロヘロみたいなそういうね、えー、感じを持ちますでバスケットカウントね4回1クォーターで1回ずつあったらもう大体その試合勝ちますよ バスカン4本ついうのはそれぐらい強烈ですね。えー、なので、えー、話戻しますがフリースローはたくさんもらいましょうということです。はい、3つ目、フィールドゴールが42.5。これちょっとね、えー、説明というか補足というかですね、フィールドゴールのシュートって何かっていうと、フリースロー以外の すべてのシュートを足し算することなんですね。2点シュートも3点シュートも、何しろフリースロー以外のすべてのシュート、これフィールドゴールって言います。例えば、スリーポイントが30本打って8本入った、2点が50本打って20本入ったっていうゲームだったとしましょう。これ全部足すんですね。足すとこうなりますよね。80本中28本入ったので、これ割り算すると35%というふうになります。わかりますでしょうか。ね、もう一回言いますね。 3点が30分の8、2点が50分の20ということで足し算すると80分の28だから35%ということになりますね、うん。で、これ、このぐらいの数字を計算したときに、これが42.5を超えてると大体勝ちます、うん。これね、私の大学の恩師の倉石治さんとですね、あの私が大学生のときに大学の。 まあ実際のね試合をこうデータ取っていって、大体このぐらいの線だなっていうのをね、一緒に経験した、私にとっては感慨深い一つの結論なんですけれども、倉石さんと一緒にこうね勉強した中で、一つの結論として、この42.5、この絶妙なこのね、42.5っていうのがまたね、なんか好きなんですけど <laughs>、このね、細かい数字、ここが一つのラインなんですね、不思議なことに。だから42.5を超えてればいいし、 相手がこれがね、40.5とかだったら、ちょっとディフェンス頑張れたねっていうような見方ができるかなっていうふうに思います。はい。えー、最後、ターンオーバー12%ですね。これは、えー、ちょっとまたこれも細かい数字の話をしますが、まあ、シュートの本数、フィールドゴールの全部の本数、それからフリースローのセット数ですね。フリースローもらった回数。うん。ツーショットだったら1セット。ね。 1>, 1ショットだったら1セット、3ショットだったら1セットという風にセットで数えて、シュートの本数とフリースローのセット数と、あと単能バースですね。これ全部足すと何ができるか、出てくるかというと、攻撃回数っていうのが出てくるんですね。うん。攻撃の最後っていうのは絶対にシュートで終わるか、フリースローで終わるか、それともミスで終わるかって、この3つしかないので、えー、シュートの本数とフリースローのセット数とミスの回数を全部こう足し算すると、攻撃の回数っていうのが出てきます。 でこれを単能バースで割るんですね。ミスの回数でこれを割っていく。まあ、例えば、100回オフェンスをしました。 15 15%回ミスがありましたそしたたそらパーセントは15ですねオフェンスの15%はミスで終わっちゃったっていうことになりますね。まあ、これをですね大体12%ぐらいに抑えると非常にミスの少ない試合っていう風に言えると思います。まあ、8回回に1回オフェンス8回につき1回ぐらいのミスはまあ仕方ないかな。そんな感じです。えー、まあこれねちょっと今計算複雑だなと思ったあなたは、まあ、置き換えてくれてもいいですね。まあ、分かりやすく前半で5回までだよとかねミスは前半で5回まで だよ、とかっていう風に言い換えてやってもいいんですが、まあ、ミスについても。まあ、あの基準の点、あの本数これを決めとくっていうことが選手にとっても分かりやすくていいかなというお話です。はい、じゃあまとめに入りますね、えー、試合の勝ち方まあ、数字上試合にこういう時は勝つよという話なんですが、一、えー、つ目は1クォーターに勝ってください。ということ。そしてフリースローを相手よりもたくさんもらいましょう。ということですね。そして、フィールドゴールの成功率は4。2.5。と とというこそしての割合はい、ありがとうございました。このチャンネルバスケの大学ではですね、いつもこのような感じで、私の経験に基づいたお話、そしてあなたのお悩み解決になるようなお話をしています。もしちょっとでも役に立ったなと思,う思っていただけるのであれば、ぜひチャンネル登録のボタンをポチッと押して、このバスケの大学に入学をしてください。 そして現在ですね、動画の説明欄のところにリンクを貼ってあるんですが、指導者の方向けに無料のメルマガ講座というものをやっています。今、登録していただけると、無料の特典教材の方もプレゼントしてますので、ぜひそちらの方も覗いてみてください。はい、最後までご視聴ありがとうございました。三原学でした。それではまた。